で、百条委員会の委員や議会の人たちは守秘義務ないんですよ、立法の人たちは。で、そんな守秘義務がないやつらが百条委員会開いて犯人追及するとか言って、もう僕から見たら魔女裁判茶番なんですよ。委員長の奥谷はね、百条委員会の委員長してるとか言って偉そうに言って、途中でリハックに出て平気で嘘ついてるんですよ。あいつの嘘すごいですよ。パソコンの中身は見ていないって言ったんですよ。パソコンの中身は知ってるけど見てないってことなんですよ。弁護士らしい嘘のつき方でしょ。聞いてるんだから、県民局長から何入ってるか、あっちこっちのお姉ちゃんつまんでる話を聞いてるから、だから中身見ないんですよ。見ないとは言ってる。でもあいつは知らないとは言ってない。で、噂話で聞いたり、お前本人から直接聞いとるやん。それ1週間前にリハックに出てるのに、立花との会談は拒否です。理由は百条委員会やってるからって。矛盾してるでしょ。お前百条委員会のようにしてるんやったら、結果が出るまでメディアなんか出るなよ。あれ調子乗ったんです。多分モテたとかそういうレベルだと思いますよ。百条委員会で悪い悪い知事を追い込んでるのは僕です、かっこいいでしょってやったんですよ。あれ僕との対談出てこないんだから、おかしいでしょ。法律も医療も知らないだけで損をする弁護士 YouTuber 石丸です。本日もよろしくお願いします。今日のテーマはですね、百条委員会、まあちょっとおかしいところが多すぎやしませんかと。この点についてはね、立花さんがね、街頭演説とか、まあ、YouTube で、主張、しているのを皆さん耳にすることも多いと思いますが、まあ選挙なんでしょうがないんですけど、まあ、やっぱりちょっとやや情熱的だったり、まあ、あとはね内容の説明が断片的だったっていうところが若干あるので、まあ僕の方で弁護士が法律的な観点から整理して問題点を解説させていただきたいと思っております。はい、まず百条委員会とは何ぞやっていうところ、ここはまあちょっとね簡単に触れさせてください。地方公共団体の、まあ、議会が、その団体の、まあ、事務、まあ、仕事ですね、行うために有する広範かつ強力な調査権、地方自治法で100条にあるので100条調査権、って言ってたりしまして、それを行使するために作られる委員会が百条委員会です。これは実はめちゃくちゃ強力で、まあ、どれぐらい強力かっていうとですね、その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求できると。正当な理由なく断ったら、実は刑罰がいきなりあって、証言拒否なんかも重要になるんです。ちょっと関係ありそうだから、ちょっとお前来てちょっと話せや。で、来なかったら刑事罰な。正当な理由なく断ったら刑事罰な。っていう感じで、運用上はですね、これある意味裁判所以上に、その事実究明のための権限、という調査権が与えられていると。簡単にはね、この百条委員会って作られなくて、実は兵庫県では百条委員会作られたのはなんと51年ぶりと。逆に言うと今回の問題が、重要性が高くて、かつまあ異常性が高いものであるっていうことが、まあここからも伺い知れるのかなと思います。議会にね、このような強力な調査権が与えられているっていうのは、まあまあ、要は制度趣旨ですよね。まあ、これはね、もうズバリこれですよね。まあ、県民の利益に資するため。まあ、だから今回で言えば、具体的には、そのプロセスも含めた事実関係とか、事実関係を踏まえた責任追及を明らかにして、県民の知る権利。あとは、その知る権利によって有権者が適正な、投票行動に寄与する。まあ、選挙権。この2つの権利に資するから、こうした強い権限が認められてるっていう風になってます。そうするとね、結構おかしなことが、だから実はめちゃめちゃあって、まあ、そもそもこれですよね。百条委員会の途中で、なんで選挙やってるのっていう話がありますよね。百条委員会で事実関係を明らかにしてから選挙する方が、どう考えても県民のその知る権利や、選挙権の適正な行使に資するのは明白ですよね。でも今回は真実を明らかにするって言いながら、その途中で、知事の不信任決議案を議員の全員一致です。これ反対がいたんじゃなくて、もう全員一致で、不信任案を出すということで知事を失職させたので、百条委員会の途中で知事選が始まってるという、なんかこうちょっと想定しないような状況に今なってしまってます。なんでこんなことしたのかっていうと、まあ普通に考えると、百条委員会の中で、まあ公の事実になると、何かまずいことがある人がいたんじゃないかなっていう推測はやっぱ働きますよね。やっぱり有権者が無視で、やっぱり自分たちの都合しか考えてないものであるっていうことは、もう制度趣旨からして明らかなんですよね。その有権者のもう知る権利にも選挙権にも何も無関係な使われ方をしている。信任案決議にしても百条委員会にしても。で、2つ目、なぜ、9月の24日25日の百条委員会は秘密会にしたのか。立花さんによってね、一部、内容がちょっとね、漏洩された時のものなんですが、これは実は秘密会といって非公開で行われてました。奥谷委員長は、まあ、選挙に影響を与えないためだって、まあ、選挙期間中だったんですかね。ただね、その証言とかそのプロセスも含めて全て公開した方が有権者の投票行動に資することは、これはまあ明らかですよね。奥谷委員長はね、弁護士でもいらっしゃるそうなので、当然これご存知だと思うんですが、裁判って一般的に広く公開されるじゃないですか。あれってなんでかっていうと、その公開することで裁判所がその恣意的な手続きとか判断をすることを防止してるんですよ。要はその公開によって国民一般に監視をさせて、裁判所がまあ言い方悪いですけど、悪いことをしないようにしてるっていうために公開してるんですよ。って考えると、公開全てした方が有権者の適正な判断って期待できるはずなのに、なんで秘密会となったんですかねっていうのは、これ謎ですよね。公開されるとまずい情報がある人がいたのではっていう推測働きますし、まあ有権者のね、この知る権利や選挙権っていうのはここでもやっぱり無視されてしまっているなっていう感じはします。3つ目、これもね、謎なんです。その2番で秘密会を開く一方で、なぜか奥谷委員長は、リハクに出演をされていらっしゃるんですよね。これってどういうことなんですかっていうのもちょっと不思議ですよね。委員会は秘密だけど、まあ、委員長としてリハクは出演しますねって、これは大きな矛盾と言えると思います。奥谷委員長ご自身に都合のいい主張だけを、広げて、まあ、正論操作をしたいんだなと思われても仕方ないような行動を、まあ、奥谷さんはされていらっしゃるかなというふうには評価してしまうかな。自分に都合のいい主張とは何かっていう話なんですけど、まあ、元県民局長の、がお亡くなりになった原因が、斉藤元知事の処分に端を発したという主張。斉藤元知事を、悪役にしておきたいというふうに奥谷委員長が考えている可能性っていうのは、これは残念ながら否定できないのかなと、3番の動きから見えてきます。4つ目、これも謎ですよね。元県民局長は、一応10年間で10人の不倫をしたっていう事実があって、これは片山、元副知事さんが証人尋問の中で触れたんですが、まあそれをなぜか、奥谷委員長がすぐ遮って発言を止めてしまって、これは百条委員会では明らかにはしません。この説明については、百条委員会は、元局長の不倫というのは私的な事項なので、告発文書の審議とは無関係だから、そこは明らかにしませんって言ってるんですけど、皆さんどうでしょうかね。まあ告発文書に限らずですけど、まあそれをね、どんな人が書いたかって、その一般的にその内容のね、審議に大きく影響するのが普通じゃないですか。何十年来の、親友が、書いた文書なのか、前科10犯の詐欺師なのか、当然内容の審議の信憑性って、大きく変わるものじゃないですか。なので百条委員会が言ってる説明の意味がちょっとよくわからないんですよね。これを取り上げないという理由。しかもね、元県民局長って今年の3月で定年になるはずだった人なんですよね。まあ60ないしは65歳ぐらいの妻帯者で、高齢者と言っていい方だと思います。一般論としてですけど、定年間際の60ないし65歳の男性が10年間で10人と不倫ってあんまり聞かない話ですよね。よっぽどかっこいいんですかね。わかんないですけど。もっとね、この県民局長っていうのは強力な人事権を持っていて、不倫相手の女性はなんか全てこの同じ人事権の対象である県の職員だったっていう話もあるんですよ。ここね、ちょっとどこまで裏付け取れてるのか僕もわからないので、そうすると、高齢者であるね、元、局長がその人事権を不当に用いて、半ばね、その強制的に女性と関係を持ったっていう可能性も、それなりにはあるし、だったらこれって、って犯罪なんじゃないんですかっていうのがやっぱ立花さんの主張ですよね。うん、でそう考えていくと元局長の不倫についての事実関係を明らかにしない理由だって職員の犯罪行為の事実ですからね。これがだからその内部告発が真実かどうかっていうことにも関係があるし、事実だとすれば元職員の犯罪行為、これ自体もやっぱり事実関係を明らかにして追及しない事実のはずなのに、これをしないってことは別になんか理由があるんじゃないんですかっていう話にやっぱなりますよね。これ明らかにしないのっていうのはやっぱり元県民局長が自ら命を絶たれた理由は斉藤元知事にあるんだということにしておきたい人がいるから、そこはほじくらないんじゃないんですかと考えてしまってもおかしくないですよねって話です。そうするとね、これも結局政治闘争の話になって、本当に有権者の知る権利とか適正な投票とかっていうのは本当に無視しまくりの展開のオンパレードかなと思います。今回のですね、百条委員会の動きっていうのは法律的に考えてもかなりおかしな動きが多すぎるんですよね。有権者の知る権利や投票権、これが存在意義にもかかわらず、これを無視して政治家がね、自分たちのね、その政治闘争、今回ね、具体的に言うと斉藤元知事失脚させるためにこうした広範な権限を用いているという実態があって、これはもう本当に百条調査権の、乱用に他ならないのではないかなと私は法律家として考えますし、やっぱり有権者に議員たる資格を再度問うための、いわゆる出直し選挙を行う必要があるほど、ちょっと今回は、乱用が過ぎるのではないかなと個人的には考えております。立花さんが言いたかったところを法律的にちょっとまとめてみました。立花さん間違ってたら指摘してください。NHK をぶっ壊